完熟ひらがいたまご生産者の野村です。今年で収納丸15年経ちました。ひらがいたまごを始めて、30年やっております。鶏舎の方はですね、全部で6頭あります。鶏は全部で8000羽おります。1ロットが800羽になってまして、まだ卵を産み始める前の鳥、まもなく産卵を終える鳥、全部で、10グループに分かれております。はい、そうですね、ひらがい卵ってその昔ながらの飼い方した卵が食べたいということで始まったんですけども、じゃあそれってどういうことかなという話を していろいろ考えると、やはり鶏がこう小屋の中を自由に動き回るというような飼育方法ですね。で、まあちょっとなんか見てみます。はい、このように小屋の中を自由に動き回りまして、特にですね、今年みたいな猛暑の時は鶏がああやって自分で穴を掘って体の表面から体温を下げることができるんですね。暑いなら日陰へ移動するですとか、寒い時は、暖かい方行くとか、そういうふうに自由に鶏が動けると、そういう環境になっています。でまあ、今一応コロナウイルス、コロナ禍という中で、じゃあどのようにしてこのコロナを乗り切るかと言いますと、私たちはやはりとにかくですね、このしっかり仕事をしてですね、まず本当に今自分たちがやれることをできる限りやると、ただそういう中で、まあ、コロナ、まあ、人混みを避けるですとか、いろんなこう行動というのが制限されますけど、いろんな新たな発見や新たな習慣というものが生まれてくればいいかなと思っております。でコロナ後ですね、コロナ収束後のまいったこういった交流活動にも、今後いろいろ、このコロナで蚊の中で気づいたこととかあれば、またそういったことをお話しできればと思いますけども、とにかくひらがいたまご供給開始で30年だったんですね。この東京オリンピック開催予定の年に30年を迎えてたので、そういった点で何かいろいろね、私もやってみたかったんですけども、まあ、その辺はこのコロナが終わりましたら、またぜひやりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。